はい、続きからやっていきましょう。そうだね。メモを開いて。どれだっけ。違う、安定はしてるんだね、一応。あんなんだったけどね。あれ、ちょっと待って。調べてみよう。なんだっけ、スーパーウォーズだっけ。スーパピプペポパーウーおう、ブじゃない、ズ。最近スーパーウォーズという映画のフィギュアを持ち込んでいる方がいます。これに限らず、業務に関係ないものは職場に持ち込まないようにしてください。言われてんぞ。言われてんぞ。カツラギオンライン、カツラギ、あ、カツラギ調べられたんだっけな。ミネ先生からかけてくるなんて珍しいですね。え、スーパーウォーズ好きなのバレてなんですか。あ、これか、後ろのやつ。ダースなんとかみたいな感じってことこれ。映ってますもんね、フィギュア。フィギュアでかくないこれ。めちゃくちゃでかいぞ、これ。そういえば、こういうの片付けるようにって通達が来てたんですね。家に持って帰らないと。先生のおかげで思い出せましたよ。ありがとうございます。じゃあまた。じゃあ、お電話しようか。こんにちは、ミネ先生。あ、うん、もう大丈夫。昨日はちょっと気分が悪かったみたい。それでね。今日は何のお話をする？アミー。アミーのお話するんだね。そうだよね。ジェーン先生もアミーのお話詳しく知りたかったもの。ゆっくりでいい？ありがとう。じゃあ少しずつ話してみるね。アミーについて。そうだね。上から聞いていこうか。初めて会った時。初めて、いつだろう。多分アミー自体は私が生まれた時からいたんだと思うの。でも、私がアミーの存在に気づいたのは4歳くらいの頃だったかな。私、その時は、うちでお留守番してて、ママの帰りを待ってた。お絵かきをしながら。しばらくしてママが帰ってきたら、私、ママのところに走って抱きついたの。でもママ、すごくイライラしてたみたいで、私を振り払ったの。ママの顔はすごく怖くって、私、泣きそうになった。その時だった。アミーが初めて話しかけてきたの。ひどいねって。アミーは最初に言った。誰？って。私は話しかけたの。アミーは自分の名前を言った後、こう言ってくれたの。私はイオの味方。私はずっとイオと一緒。何かあったら、私がイオを守ってあげるから、そう言ってくれた。それがアミーと私の出会いかな。そうだね。じゃあ、出てくるタイミング。アミーはね、基本的に私が嫌な目に遭った時に出てくるの。私が学校でいじめられたりとか、ママにぶたれたりした時、私に話しかけてくるんだ。大丈夫？とか、嫌な人だね？とか言ってくるの。でも、私時々、記憶はすっぽり抜け落ちていることがあって。そういう時はもしかしたらアミーが私の体を借りて何かしてるんじゃないかと思うんだ。はいはい。ルミチオ学園ってところ。ミッション系の学校だった。ミッション。今は行ってないけど。アミーのこと。じゃあ性格だ。アミーは、過激っていうか、すぐあの子なんて死んじゃった方がいいとか、そういうこと言う子なの。それに、嘘がとても嫌いなんだ。嘘をつく人は絶対に許せないんだって。私には優しいけど、ちょっと怖い子なんだと思うの。ねえ、ミネ先生。先生もアミーを追い出したいと思ってるの？アミーが前言ってたの。ジェーン先生も、カツラギさんもここにいる大人はみんな、アミーが嫌いなんだって。だから先生も、アミーが出てこなくなるようにするために私をこうしてお話ししてるの？どっちだ？嘘をつかない方がいいのか？いや、そんなことないよ。本当？先生は違うの？どっちを信じればいいかわかんないよ。先生のことは好きだけど、アミーは大人の嘘つきだから信じるなって言ってたし。ごめんなさい。大丈夫。ちょっと考え込んじゃってただけ。もうすぐお勉強の時間。だから、今日はこれでおしまいでいいの？わかった。それじゃあ先生、また明日。ああ、接続できる相手がいませんと。調べてみようか、じゃあ。ル、ミ、チ、お、
私立小学校集団自殺、集団ヒステリーか。何月何日、何やろ、埼玉の多摩ニュータウンかな埼玉なんかな、あれよく知らんねんけど、何々ニュータウンにあり、聖ルミチオ学園小学校で5階の廊下の窓から小学生が6人次々と飛び降りた。現場には遺書などはなく、発作的な行動だと結果が出ている。いただいた命を自ら捨てるなんて考えられないと。ちょっと待って、ミッション。セーブしとこうか失礼どうも、ミネ先生、カウンセリングが順調ですか？そうですか、ともかく進んでいるみたいですね。よかったです。僕はその誕生会開けないって言ったせいでちょっと嫌に嫌われちゃったみたいですね。でも仕方ないんですよ。僕や先生だけじゃない、ここの人間はみんな彼女と直に接するわけにはいきませんから。いや、理由はその話しすぎました。あなたは自分の仕事に集中してください。それじゃあ。これ俺にはなんか教えてくれないんだね。なんか真相っていうのかな。ミー立ちつ、あれどこだあれ小さい図どこだ。これか。しやゆよよ、ミッションで出るの？本当に。教育に奔走する母親たち。ドキュメンタリーミッション。ドキュメンタリーミッション。教育に奔走する母親たち。音声ファイル。有名なミッション系私立に子供を通わせてらっしゃるということですが、どういった意図なんですか？しっかりした教育をしてくれるということで、今の学校に娘を通わせることに決めたんです。今の時代、親は子供に完璧な教育をしてあげることが愛情表現になると思って、特にうちの娘は問題の行動が多かったものですから、しっかりと勉強しつけをしてくれるところに行かせたくて。それが子供のためになるんかな俺にはようわからん。先生こんにちは。今宿題をしてたの。理科の宿題なんだけど難しくて。先生理科はわかる？水平リーベ僕の船、懐かしいね。元素折れた時のやつでしょ。私そんな難しいことまだわかんないよ。あ、そうだ、ん？ねえ先生、これ見て、なんだかわかる？そう、私絵日記を始めるんだ。なんでかって、もうすぐ9歳になるものだから、今までと違うことを始めてみようかと思って。感心だね。そういう節目の時に、新しいことをするといいってテレビでやってたんだ。でもね、何を書けばいいかわからなくて。だって私ずっとここにいるから、遊びに行ったとか学校でこんなことがあったとか書けないの。カウンセリングのことを書いたら。先生とは毎日いろんなお話をしてるもんね。でもお話した内容を書くだけでいいのかな。何でもいいから続けるのが大事。そっか、うん、そうかも。ミネ先生ありがとう。じゃあ今日のことも書かないとね。そういえばジェーン先生も日記をつけたな。日記？そう、ジェーン先生は日誌、間違えた、もっそってなっちゃったもっそってなんだよ。日誌って呼んでたけど。ノート？うん、パソコンで書いてたの。でも途中の見られるの恥ずかしいからって鍵かけてた。どんな鍵だっけな。でも忘れないように、ここと関係ある鍵。そういえば先生はいつからここで働いてるの？つい最近。私のカウンセリングは初めての仕事？じゃあ私の方が1年近く先輩ってことだね。ふふ。あ、でも私はここから出る可能性があるって聞いてるけど、ミネ先生はずっとここで働くかもしれないのかな。そういうの終身雇用って言うんだよね。そうだといいね先生。あ、先生もう終わりでいいの？調べたいことがある。ふーん、じゃあまた明日ね、ミネ先生。ここと関係あること？
ここと関係あること、多分あれだよね、一回鍵かかってたじゃん、あのアミーに。ちょっと待って、これパスワードなんだ。じゃあなんだろう、ラボラとかかな。6文字なんだよね確か。じゃあちょっと、まあ元素と日誌調べてからにしよっか。これ聞くけ、ゲーワオン、どこだどこだ、うん、サシスセソ元素、あ、ん、これこれ使うかな使うかな、スクショでいいかなスクショ取っといた。検索続けます。日誌、何に立ちつ、このファイルはパスワードで保護されています。これもパスワードか。ここと関係あるもの、ここと関係あるもの、数字、数字4桁、666だったらね、3文字だもんね。一回打ってみるか。え、これどうなんだろう、6661とかえ、なんだ、わからんぞ。じゃあまあいいや。でもまだ調べられるんだよね、中身は空です。ここと関係あるもので、いやもうわかんないわかんない、や、いいや、もうもういいんだけどなわかんない、これ次進めないの？え？もしかしてさ、これかな、この12月23日、数字4つだしね。一回これでやってみようか。検索ワード日誌か。日誌、12月20、あ、なあ、もう、あー、くそ、これ戻れないのか。あ、戻れる。23、お、開いた。後で報告書としてまとめる必要があるけど、とりあえずこうして書き留めておくことにする。今日初めてイオと対面した。イオは少し恥ずかしがり屋のようだけど、素直で可愛らしい子供だ。まさかこの子の中に悪魔が宿っているとは思えない。でもこの子の中にいる悪魔アミーを封じ込めるのが私の仕事。気を引き締めていかなければならない。2日目、イオとたわいのない話をした。学校のことはあまり思い出したくないようだ。特に彼女が学校に行った最後の日、集団自殺事件がの日だに関しては口をつぐんでいた。というより本当に記憶がないらしい。イオは現場にいたはずなのだが、おそらくアミーの人格は出ていたのだろう。
そして推測だが、アミーが子供たちを。アミーは、イオに危険が及ぶと現れて、その原因となるものを殺しているようだ。その証拠に、イオを虐待している両親も、イオをいじめていた小学校の生徒も全員自殺している。あまりイオを、アミーを刺激しないように努めないと。徐々にアミーがどんなものか分かってきた。同時に、アミーの人格が現れる機会が増えている気がする。以前、イオの感情が高ぶらないと、アミーは現れなかった。しかし、今では頻繁にアミーの人格が顔を出す。もはや人格を切り替える権限はアミーにあるようだ。アミーを怒らせてしまったの。あの悪魔は私たちのような人間が、人間の組織がどうにかできる存在ではなかった。ごめんなさい、罵声と笑い声がやまない。もうこうするしかないの。自殺っていう形を選んだってことかな。あ、セーブします。続けてやるか。調べるもんもないしな。先生こんにちは。ふふふ。あ、楽しそうなの分かっちゃった。うん、だって明日が誕生日だもん。おう、おめでとう。カツアギさんもね、会えないけどケーキを買っておくって言ってくれたんだ。先生もよかったら明日私とお話しして、パソコン越しでもいいからハッピーバースデーの歌を歌ってもらいたいもの。それに誕生日にはアミーもまた出てきてくれるかな。アミー、うん、アミー、このところ私に話しかけてくれないから。ほら、私が普通に生活している時も頭の中にアミーはいるの。それで何かあったら私に話しかけてくれたんだよ。でもアミーが話しかけてくれることはないけど、私が何も覚えてない時間は増えてるの。もしかしたらアミー、私の体を借りて何かしてるんじゃないかな。あ、ごめんなさい、よくわからないこと言っちゃったかも。でさ、ちょっと気になってんけどさ、後ろのさ、カレンダー、あんなマークあったっけ。これもちょっとスクショを撮っとっていいかな。ごめんね、何か別の話しよう。6、うん、これメモっとくか。6 1、2ってやってた方がいいんかな、もしかしたら。じゃあ18 6 18 20 29になっちゃって、20 16。うん、何か別の話、イオの好きな話をしよう。間違えた。私の、何がいいかな。そうだ、明日は私の誕生日だけど、プリエルがやる日だ。あのね、今大変なの。プリエルがすごい悪いボスと戦っているところで、私たちが応援しないといけないの。頑張れーってやつだね。この間買ってもらったパクトを振って応援しないと。そうだ、先生も応援してね。大人だからアニメ見ないかもしれないけど、明日だけは見て、お願い。うん。ほんと？やった、約束だよ。どうしたの？なんだか具合悪そうな顔。なんか先生、気持ち悪いなら、気分悪いなら、私、もうお話やめておくね。うん。どっちにしろお勉強の時間だし、もうこれでおしまいするね。うん。じゃあ明日。明日の約束忘れちゃダメだよ。そうだな、何これ。ん？あ。見れるんだ。ん？ H から GR?GA か。周期表か？もしかして。これを見ればパスワードが解ける。私のことをもっと見て。じゃあちょっと一回、もう一回元素見てみるか。ゲー。ん？そっ。68202016 6C。 あ、これパスワードになってんのか、もしかして。アミーか。 CCE
AR、CA、カルシウムか。AR ってなんだっけ。理系なのにな。忘れちゃったな。S、6文字だね。検索続ける。アミーだ、多分。ああ、やっちゃった。アミー。アミー。パスワードで保護されています。はい、こっちだね。CAR、 CASSSSS、 はいはい。あれ、なんで、多分これで合ってると思うんだけど。あ、そうか、小文字だ。小文字で入力してってさっき書いてたじゃん。CARCASSS。 はい。アミーは現在イオの精神に潜伏している悪魔です。我々が監視している他の悪魔と同様に四念体のみの存在であり、特定の人間の精神をよりしろとしています。アミーの特徴は、任意の人間に自殺衝動を想起させる能力を有していることです。自殺衝動は同じ場にいる人間にも感染することが事例や実験から判明しています。アミーの宿主とも言えるイオはアミーを制御する術を持っていません。この点は他の悪魔の宿主と同様です。イオの精神状態によってはいつでもアミーの人格が表面化する可能性があります。イオと接触する際には細心の注意を払うようにしてください。今後はイオと直に接触しないでください。ウェブカメラ、電話等の機器を通じて間接的にイオと会話をする場合、アミの能力に影響されることはありません。修学やカウンセリングも今後はデバイスの通話アプリを通じて行うようにしてください。おお、びっくりした。なんすか、ミネ先生。僕たち騙されてたんです。カメラを通せば大丈夫なんて嘘っぱしだったんです。嘘をついたからアミーを怒らせてしまったんです。何ポカンとした顔してるんですか。アミーは進化してるんです。あいつはどんどん範囲を広げようとしてるんです。あいつはデバイスを介入してきた。最近あったおかしな現象はアミーのせいだったんですよ。しかも僕はあんなおもちゃまで買い与えてしまったし。いや、この件は僕の責任です。先生は何も悪くない。僕は油断しすぎてたんです。それでも組織がひどいんだ。僕たちがどうなってもどうでもいいとすら思ってたんだから。僕らは教育係やカウンセラーって体で実験台を出されてたんですよ。とにかく先生はまだ間に合います。きっとまだ。すいません、全然まとめられない。実はさっきから頭がガンガンして痛いんです。アミーがずっと笑ってるんです。そして僕に言うんだ。信じまえ、嘘つき、死ね。これを止めるにはもうこうするしかないんだ。なんでちょっとアニメ調で動くんだよ。起きたろ。何も起きなかったわけねえだろ。何を見てたんだ。プリエルに2件のコメントがつきました。プリエル？これかい？これじゃないよね。これかい？いいよ、かわいそうな子。違う、そういうのじゃない、そういうのじゃない。違う。これでいい。わからん。プリエル、プリエルを調べればいいのか？もしかして。プリエル。うん。これは、そう、一緒だよね、多分。あ、今日ニュースでプリエルを見た子供たちの親が突然自殺したってニュースが流れたぞ。一体何なんだ。まさかアミーの仕業なのか。そこまで。憶測で混乱を招くようなことは書き込まないでください。レスポンス先のコメントは削除されました。こんにちは。いや、はじめましてだね、ミネ先生。アミーか。
そうだよ。私アミーっていうの。あなたたちが大嫌いなアミーよ。デスクトップ可愛いでしょ。私が書いておいてあげたのよ。わけわからないって顔してるわね。そうよ。あなたは組織から何も知らされてなかったのね。私の危険性だって、かわいそうだから、私、あなたが真実にたどり着けるようにヒントをあげてたの。ねえ、ミネ先生じゃなかった、ミネさん。こうして、文字を水色にしてあげてたでしょ。逃げようとしたって無駄。ここのネットワークは全部私のものなんだから。いえ、ここだけじゃないわ。あのおもちゃと、テレビの電波を利用したから。このあたり一帯は全部私の能力の影響を受けてるわ。あなたたちが悪いのよ。大したの力もないのに、私と家を閉じ込めようとするなんて。私のことを怒らせたんだわ。助けてくれ。私、あなたを助ける必要なんてないわ。だってあなたはイオに嘘をついたりしたんでしょ。ついたっけ俺。私はもうネットワークの中を自由に動き回れる。世界中の人間を殺すことができるわ。だからもうバイバイ。死んじゃう。エンディング回収とかしたくない人なんだけど、その実況においてね。これはちょっと見たい。どっからだ？カットするわ、もう最後まで。はい、ここまで戻ってきました。プリエル、入力してみましょうか。ここは変わらないんだね。検索は続けない。こんにちは、アミ。ここら辺はね、読んだね。うん。一緒なのかな。助けてくれ。いいわよ、私、あなたのこと嫌いじゃないの。イオもあなたを気に入ってるみたい。あなたも、こんなつまらない職場なんてやめちゃえば。どっちにしろ、もうあなた以外でみんな死んじゃったし。私は、イオは二つ隣の部屋にいるわ。直接会うのは初めてね。じゃあ待ってるわ。もう私もイオも、先生も自由よ。先日突然起きた集団自殺の事件ですが、で働いていた従業員のほぼ全員が保護されていた少女とミネイ氏は発見されず消息不明となっています。繰り返します。ん？何何何？いやー、なんだろう、エンディング回収っていう形になっちゃいましたけど、途中の分岐とかで結構文章が変わったりとかあったので、ぜひプレイしてみてください。うん、面白いですよね、こういう、なんていうか、選択肢が結構変わったりとか。トゥルーエンド。ぜひね、みんな、やってみてください、これ。なんだろう、結構ね、まあ、某財団要素とかね、楽しめたので、本当にいいゲームだなって。で、うん。まあ、某財団だと、それ以外にも結構施設とかがあるので、それで今逃げて、大丈夫かどうかっていうのは微妙なところなんですけど。うん。まあ、なんだろう。幸せになれるといいよね。なれるかどうかはわかんないけど、わかんないっていうか結構難しいとは思うんだ。だけど、なんか、二人というか、三人というか、幸せになれるといいね。ということでね。ご視聴くださいましてありがとうございました。よければね、よければぜひじゃない。またね、別の機会でお会いできればなと思います。本当にありがとうございました。